さんこんにちは、梶由紀子です。今日は明日への架け橋をお届けします。聞いてください。あなたの声が聞こえないと辛いことを思い出しそうな気がする。あなたがそばにいないと泣き顔が癖になりそうなの。何度でも立ち上がり前を向くと誓った。だからこの手に握りしめた感覚と一緒に歩いてゆくと決めたのよ。明日への架け橋お届けいたしました。今日で3月31日、3月も終わりなんですけれども、いかがお過ごしですか。梶由紀子です。今日はですね、私携帯電話のキャリアっていうのをね、変更を、今まで使ってたキャリアさんが2007年からずっと使ってたみたいで、すごく13年間かね、長い間使ってたんですけれども、ついにちょっと新しいキャリアに乗り換えをしました。すごいなんかいろんな作業があって、ちゃんとできてるんかなってこうドキドキすることとかもいっぱいあったんですけれども、今日無事乗り換えが完了しましたね。31日だから、こうなんだろうな、月始めにね、年度代わりかに向けてちょっと変えてみたんですけれども、皆さんもね、そういうマイナーチェンジでも大きいチェンジでもいいんですけれども、なんかね、こうスイッチを切り替えれるようなことを一緒に、これを見てやってみようかななんて思っていただけたらいいなと思います。ちなみにやっぱりこうキャリアチェンジで、まあ私の場合はやっぱこう料金プランの見直しというところがねメインだったので、この機会に皆さんもぜひ自分の携帯のね料金プラン調べてみてはいかがでしょうかなんて言いながら、今日はですね、 YouTube ライブが21時から放送になります。すでに私のチャンネルでも、一番上のところにこう見えるように、出させてもらってるんですけれども、21時から放送がスタートします。30分間私もコメント欄で、参加をさせていただいて、皆さんと一緒にね、配信自体はこう録画配信のものになるんですけれども、コメントのところでこう見ながら一緒にコミュニケーションを取っていければと思いますので、ぜひ楽しみに21時からお会いしましょう。それでは今日はこの辺で、梶由紀子でした。後ほど21時からお待ちしてます。バイバーイ。